あやかし。エンラエンラ。ぼんやりと蚊取り線香なんかの煙を見ていると、ゆらゆらと形を定めず消えていく様子が何とも面白いものだ。無心に煙を見ていたところ、うっすら顔のような形が浮かび上がる。不思議だなぁなんて思っていると、くっきりとした顔が見え始め、踊るように揺れているではないか。これは妖怪エンラエンラに違いない。エンラエンラは煙に宿る妖怪で、さまざまな姿に形を変え人を驚かせる煙の妖精ともいえる。害はなく何ともひょうきんな妖怪だ。電気が普及した現代とは違い、昔の日本では風呂や炊事のため多くの家から煙が立ち上っていたのだろう。ただでさえ煙の少ない日本においてエンラエンラに出会うのは難しい。ぼんやりと煙を眺めるような心の余裕も必要で、スマートフォンばかり見ていては会うことのできない妖怪だろう。エンラエンラ。